バイオリン競争曲第1番と単調作品26はマックス・ブルッフの作曲した最初のバイオリン競争曲。ブルッフの代表作で数あるバイオリン競争曲の中でも広く愛好される作品の一つである。1864年に着手され1866年に一度完成し、4月24日にコブレンツにおいて夫を本敬にローの独創。 作曲者式により初演された。これは好評だったがブルッフは満足せず、友人のヨーゼフ・ヨアヒムに助言を求めて大規模な改訂を進めた。改訂は1868年年頭まで続き、ブルッフの誕生日の前日である1月5日に、ブレーメンにおいて、ヨアヒムの独創、カール・マルティン・ラインターラーの式によって、原稿の形での初演が行われた。初演は、 大きな成功を収め、ヨアヒムをはじめフェルディナンド・ダビット、レオポルト・アウアー、アンリ・ビュータン、パブロ・デ・サラサーテなど数々の著名なバイオリニストのレパートリーに組み込まれるようになり、各地で人気を博した。現在においてもブルフフの作品の中で特によく演奏されるが、ブルフフ自身はバイオリン競奏曲第2番、第3番を差し置いて、 と単調ばかりが有名になることを苦々しく思うこともあった。独奏バイオリン、フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルニオン4、トランペットに、ティンパに、言語部三楽章からなる。演奏時間はおよそ25分。形式は相違に富み、第二楽章に重点が置かれているほか、明確なカデンツァは置かれていない。このためブルッフはこの作品を、 幻想曲と名付けることも考えていたが、ヨアヒムに、ルイシュポアのバイオリン競争曲第8番、劇場の形式でお引き合いに出して説得されている。ありがとうございます。